よし、証拠は全て押さえたな。撤収するぞ。ゼロ、この男はどうする？拘束して目立つ場所に吊るしておけ。すぐに誰かが見つけて通報するだろう。わかった。すっげー、見ろよこれ。あの野郎めちゃくちゃ溜め込んでやがる。隠し金庫か、よく見つけたな。へっ、こういう悪党の考えることは手に取るようにわかるんだよ。ゼロ、この金いただいちまってもいいよな。ダメだ。なんでだよ。我々は正義の味方だ、強盗ではない。そんなの綺麗事じゃねえか。活動資金は必要だろうが。やめろ玉木、ゼロの言う通りだ。けどさ、このまま置いといたら結局またブリタニアの連中の懐に入るだけなんじゃないのか。そうだそうだ、俺たちが有効に活用する方がいいだろう。しかし、そんな金必要ないでしょ。今私たち黒の騎士団に必要なのは金なんかじゃない。なんだと？黒の騎士団に必要なのは人々の信頼。悪党の金だとしても、それをせしめる集団を信頼できる？私も賛成。それにいくら裏金でも番号で足がつくんじゃない？確かにな、俺もそんなコソ泥みたいな真似はごめんだ。おいおい、南までそんなこと言うのかよ。そういうことだ玉木、その金は諦めろ。そんな、せっかくの活動資金が。何が活動資金よ、どうせ飲み代にするつもりでしょ。行く。よし、こいつを外の街灯に吊るす。手伝ってくれ。どうせならこいつがやった悪事についても公表してやろうぜ。悪事か、しかしなんて書く？政治家にもかかわらず多額の賄賂を受け取り、違法な組織に便宜を図った罪とか。長すぎじゃない？ブリタニア人にもはっきり分かるように書かないと。カレン、何かいい言葉はないか。グラフト、コラプション。そう、賄賂と腐敗って意味。なるほど、今のブリタニアを示しているな。よし、仕事にかかるぞ。そうだ、ブリタニアが支配しているこの社会は腐っている。だから私は、私たち黒の騎士団はこの腐敗した世の中を正すんだ。ことした後の一杯は格別だぜ。何がいいことしたよ、ずっと活動資金があってぼやいてたくせに。まあいいじゃないか、みんなここのところ毎晩遅くまで頑張ってくれてる。今日は汚職政治家、昨日は物資の横領現場。俺たちすっかり有名人だもんな。悪をくじき弱気を助ける、それが俺たち黒の騎士団よ。だから調子に乗りすぎ。でも実際その通りだよ、テロリスト扱いされてたのが嘘みたいだ。今じゃ日本人の中では英雄扱いだもの。やっぱり誰かに感謝されるっていいものよね。大木さん、入団希望者も増えてるんでしょ。ああ、そういえばそのことで話があったんだ。ゼロ、実は気になる入団希望者がいる。ブリタニア軍の兵士のことか。なんだ、知っていたのか。ブリタニア軍だって？敵じゃねえか。まあ落ち着け。ゼロ、これが送られてきた内容だ。ブリタニアのやり方に疑問を持つ一派からの接触というわけか。名が知れるとこういう輩が現れるのも必然、想定内だな。ブリタニア人も人である以上、その非道な行いに疑問を持つ人間がいてもおかしくはないけど。大方俺たちの活躍にビビった奴らだろうよ。そんな奴らどうせ役に立たねえって。でも向こうからこちらに合流を希望しているんだろう。ブリタニアの情報を得るチャンスになるかもしれない。そんなこと言って俺たちを罠にはめてブリタニアに売ろうとしてるんじゃないのか。どうする、断ることもできるが。いや、会おう。いいのか。さっきも言っただろう、これも想定内だ。問題ない、先方には会うと返してくれ。当日のスケジュールは後ほど送る。わかった。では後のことは任せたぞ。
相変わらず付き合いの悪い野郎だぜ。だけどゼロの計画はいつも完璧だ。おかげで俺たちは危なげなく仕事をこなせてる。そうだけどよ、川口湖の時もゼロがいなきゃ無理だったよな。ああ、本当にすげえよゼロは。たとえ仮面で顔を隠していても、実力と信念を示せば人はついてくる。黒の騎士団は組織として形になりつつある。ゼロのルルーシの目指した通りに。ホテルジャック事件での鮮烈なデビューからすぐにゼロと黒の騎士団は行動を開始した。黒の騎士団は法では裁けない悪を断罪し、その罪を白日のもとにさらけ出した。あの日世界に向けて宣言したことを実行してみせたのだ。それもわずか数日の間に。その衝撃はこのエリア11にあっという間に広がった。ブリタニアの報道規制も間に合わないほどの速度で、ゼロは、ルルーシはこうなることを見越して行動を起こしたのだろう。あの日埼玉ゲットーでコーネリアに敗北し、組織の重要性を痛感したルルーシュ。こんな短期間で人心を掌握して組織を作り出すなんて尋常なことじゃない。そのことを改めて実感した。とはいえ、夜は騎士団の活動、昼間は学校、すっかり二重生活ね。ボロを出さないように気をつけないと。お？あの人だかりは。もう一週間も経つのに、マスコミがまだあんなに。ホテルジャック事件で人質になったミレイ会長たちにインタビューしようと連日マスコミが押しかけている。万が一にでもカメラに映るのはまずい。正門が通れないとなると、仕方ない、抜け道を使おう。よっと、やれやれ、塀を越えて通学することになるなんて。えっ、あ、ごめん。いえ、私の方こそ。って、なんだ、あなただったの。もしかして塀を越えて入ったの？仕方ないでしょ、正門が通れなかったんだから。やっぱりこっちが本当の彼みたいね。病弱なお嬢様が壁を乗り越えようなんて思わないもの。うるさい、学校を休むためには都合がいいと思ったのよ。レジスタンス活動のために休みがちになっても怪しまれないための病弱設定ってわけ？そんなところ、そういうあなただってサボりの常習犯だったじゃない。私の場合は少し違う。ブリタニア人としての不自由のない生活を享受する自分が嫌だったから。それってどういう。あ、やばい、授業が始まっちゃう。え、せっかく塀まで越えたのに。ほら急ごう。弾道を見るに、そこ。相変わらず見事だな。ルルーシュ、来ていたのね。この設定、さらに難易度を上げたな。親衛隊が相手なら、これでも足りないくらい。それに川口湖で見た白いやつ、あれは新宿でも見た機体。性能はもちろん、操縦していたやつもエース級だった。今度は負けるわけにはいかない。シミュレーションじゃなく、もっと実戦経験を積まないと。実戦になるかはわからないが、明日は少し遠出するぞ。もしかして例の合流したいっていうブリタニア兵士たち。そうだ、明日接触することになった。お前とカレンにはナイトメアでついてきてもらう。念のための保険というわけだ。やっぱり罠だと思うの？さあな、それを見極めるのさ。場合によっては使い道のある駒になる。その言い方だと、あなたには見えているのね。
明日の展開まで。あらゆる事態を予測し想定しておくことが作戦の基本だからな。だが実際には予想を上回ることも起きる。コーネリアにはそれを思い知らされた。だから俺はもう油断しない。そのためにお前たちが必要なんだ。わかった。いざとなれば私が身を挺してでもルルーシを守る。大げさすぎなんだよお前は。そうならないように手は打ってあるさ。川越のゲートは無事に通過か。例のブリタニアの部隊との接触に指定されたのは埼玉の山中。おそらく熊谷基地に駐屯している部隊だと予想できる。ルルー氏はああ言っていたけど予断は許されない。あなたよくファストスフィアも使わずにわかるわね。ナイトメアのコックピットの中だっていうのに。チリは頭に入っているから。時間とトラックの動きでなんとなくわかるだけ。へえ、大したものね。ところであなたは今回の件どう思う？罠かどうかってこと？ええ、罠の可能性は十分にある。でもどうだろう。私だってブリタニア人が全員悪い人間だとは思っていない。だけど多くのブリタニア人が日本人を虐げているのは事実。それに、それにブリタニアは憎むべき復讐の相手よ。その血が自分に流れていても知っていたの？アッシュフォードに通っているのに黒の騎士団に入るってことはそうなのかなって。正解。私は日本人の父とブリタニア人の母の間に生まれたハーフ。でもその両親は7年前の侵攻時に殺された。だから私はブリタニアに復讐する。それで日本人として黒の騎士団に。ブリタニアの血が入っている私のことはやっぱり信用できない？いいえ、私も同じだから。同じ？じゃあ彼も？ええ、私もブリタニア人と日本人のハーフなの。あ、着いたみたい。彼も同じか。待たせたな、デバンド。あぜ道に見渡す限りの緑。ここが指定された場所か。ファクトスフィアに反応あり。ブリタニアの装甲車が3台向かってくる。時間ぴったりだな。おいゼロ、本当に大丈夫なんだろうな。心配するな、交渉は私が行う。不用意に銃を構えるなよ。でもよ。いいからゼロを信じろ玉木。こっちにはナイトメアもあるんだ。来たわよ。確かにブリタニア軍の歩兵部隊の装備だ。本物のブリタニア軍だ。こちらの申し出に応えてくれて感謝するゼロ。礼はいい。お前がリーダーか？ああ、この部隊をまとめるデリック・ゴードンだ。そうか、デリック。それで我々に合流を希望しているということだが、ここにいるので全員か？ああ、これで全員だ。何かの勘違いかな、デリック。紹介に出している兵を忘れてやいないか？ああ、すまない。あと二人念のため紹介に出している。そうだろう、忘れてしまってはかわいそうじゃないか。さて早速本題に入りたいのだが、二人で話しても？おい、大丈夫なのか？問題ない、我々は争いに来たわけではない。なあデリック。わかった、二人で話そう。この辺りでいいだろう。デリック・ゴードン、いやスコット・ローマン卿。なぜ？おかしいですな。ローマン家の子息でありブリタニア軍の騎士であるあなたが歩兵に身をやつしているなんて。どうして私のこと？
確かあなたはダールトン将軍の部下だったはず。貴様、私のゼロの指示に従え。ああ、従う。よし、では話せ。お前たちの本当の目的は黒の騎士団と接触しゼロを捕らえることだろうな。しかしお前の正体はバレてしまった。これからは私の指示に従ってもらう。いいな。ああ、これからはゼロの指示に従おう。いいだろう。では早速頼みたいことがある。おいおい、マジでブリタニアの奴らも仲間になったのかよ。仲間っていうよりは協力者だけどな。それでもすげえじゃねえか。おいゼロ、どんな手品を使ったんだよ。手品ではない、単に彼らがブリタニアの非道に嘆いていただけさ。よく言う。私にファクトスフィアとネットを使って調べさせていたくせに、ナイトメアとインターネット、そして小型通信機のみでできる単純なトリックでも、こんな簡単なトリックに相手は翻弄され、弱みを握られた挙句協力を取り付けさせられた。ルルー氏はこの展開をある程度読んでいた。だからナイトメアと私を必要としたのね。さすがはルルー氏。結果的に誰も傷つけずに敵だったブリタニア軍に協力させるなんて。結局私たちの出番はなかったわね。ああ、そうだね。あ、どうして今笑ったの？大したことじゃないよ。変なの。よかったのか、彼らを軍に戻してしまって。合流を希望していたんだろ。隊長のデリックと二人で話した時にその話はつけた。我々と合流するより軍に潜伏してもらい情報を流してもらった方が有益だとな。なるほど、目先の戦力よりも立場を利用して情報を得るというわけか。ああ、あとは時が来れば彼らも協力してくれるだろう。それは心強い。どんどん黒の騎士団がでかくなるな。しかしまだ足りない。黒の騎士団にはもっと味方がいる。味方？ああ、もっと民衆の支持が必要だ。そのために次はこいつらに天誅を下す。これはブリタニア政庁が行っているゲットへの人道支援事業か。これが何か？その流れと数を見て何か気づかないか。これは政庁が企業から購入した物資と実際に支給された数が違う。そうだ、購入した数に比べて実際に配られた数があまりにも少ない。横流しが行われている証拠だ。クソ、俺たち日本人はこんなことにも利用されるのか。これだけじゃない。最近はリフレインなんていう日本人を標的にした麻薬まで出回っている。リフレイン？なんでも過去に戻った気になれるそうだ。そんなものをブリタニアが腐敗しているんだ。ブリタニアという国もそこに救う連中も。こいつらを排除すれば少しでも日本人の暮らしは楽になるのか。当然だ、我々が行うのは正義のため、民衆のためだ。そのためにはより多くの悪を裁く必要がある。ああ、そうだな。まずは明日の夜行われる横流しの取引を抑え、襲撃の準備をしておく。ああ、わかった、みんなに伝えてくる。民衆の支持は集まりつつある。もう一押しだな。お帰りなさい。クラリスさん、起きてたんですか？あなたを待っていたのよ。こんな遅くまでどこに行っていたの？大丈夫、心配しないで。心配しないでって、そんなことできるわけない。黒の騎士団を知っているでしょ。
もしかしたら彼らのテロに巻き込まれたんじゃないかと思って。クラリスさんは黒の騎士団が怖いんだ。当たり前よ。多くのブリタニア人が襲われてるのよ。それが悪人でも。そんな話じゃないの。私はあなたが。クラリスさんは何も分かっていない。とにかく私は大丈夫だから。じゃあ、どうしてこうもうまくいかないの。先輩、私はどうしたら。クラリスさんには分からない。虐げる者と虐げられる者の間にいる人間の気持ちなんて。虐げられる側の気持ちを知っていて、虐げる側で生きることなんて私にはできない。この苛立ち、同じハーフならわかるのかな。私と同じカレンなら。川口湖のコンベンションセンターホテルではようやく撤去作業が始まるようですね。ゼロが黒の騎士団を宣言してから2週間以上、結局確たる証拠は見つからないままですか。逃走ルートは絞り込めたのでは。人質解放後、対岸から車で。カレン、お嬢様、すみません、起こしてしまって。また。すみません、今度は脚立が倒れてしまって。早く片付けて、もうすぐ学校に行く時間なんだから。お嬢様、最近よく学校に行かれますね。お友達とか。あなたには関係ないでしょ。消えてよ、もう。副使とはいえ、イレブンにくれてやるには惜しいですな。だからそちらに流しているのだろう。何、イレブンは少し減った方が良いのだ。報酬は奥様の口座の方に。コーネリア殿下は無人だ。こうしたことには疎くていらっしゃる。明かりだ、明かりを。お前は黒の騎士団。珍しいね、カレンが居眠りなんて。ちょっとね。ルルーシュに弟子入りしたら。あいつ居眠りは達人だからさ。え、あれ眠ってるの。毎晩何してるのか知らないけどさ、授業の半分は寝てるよ、あいつ。時間、完全に遅刻だ。クラリスさんはもう仕事に出たんだ。ん？朝食、きちんと食べなさい。クラリス、今日もわざわざ作ってくれたんだ。仕事、忙しいくせに。朝食、今日も手をつける気にはなれなかったな。君も遅刻かい？スザク、君もってことは今から登校なの？僕は朝から軍の仕事があってね、三次元目からの参加なんだ。君の方こそどうしたんだい？私の場合は単純な寝坊。開き直ってのんびり登校ってわけ。まったく不良生徒だな君は。さあ
のんびりしていないで急ぐよ。ちょっと押さないで。珍しいね、カレンが居眠りなんて。あ、うん、ちょっとね。ルルーシュに弟子入りしたら、あいつ居眠りは達人だからさ。え、あれ眠ってるの？毎晩何してるのか知らないけどさ、授業の半分は寝てるよ、あいつ。おはよう、みんな。何の話？おお、不良学生どもの投稿だ。スザク君は軍のお仕事だって言ってたでしょ。不良学生なのは一人だけ。ひどい。私だって単純な寝坊でしょ。まあそうなんだけど、あなたまで寝不足なの？さっきはカレンが。ちょっとシャーリー。え、教えちゃダメ？なになに、カレンがどうしたんだい？もう勘弁してってば。エルアラメイン戦線では EU が攻勢に出ている。我々としてはいつまでもこのエリア11に足止めされているわけにはいかん。内政を固めて衛星エリアに昇格させたい。そのためにもテロ組織の撲滅は急務だが、イレブンの間に蔓延している薬物リフレインの問題も深刻だ。おかげで生産性が落ちている。ここで中華連邦の吸収ルートを叩いておかねばならん。わかるな？はい、お気をつけて。お前こそもう疎開からは出るなよ。お姉様、黒の騎士団のことは。もう少し泳がせてやるさ。お前を救ってもらった借りもある。だが戻ってきたらこのエリアは私が綺麗にしてお前に渡す。だから危ないことは考えるな。な、ユフィ。あの男がブリタニア皇帝の子供だから。え？そういえばあなたもそうでしたね。しかし今は。あの時ゼロが話した意味はまだ続きがあるということかしら。スザク、あなたならどう思うの？ゼロの行いを。そして私は。さすがにきついな、二重生活は。はあ、ああやっぱりあなたも寝不足？まあね。カレンもだいぶ辛そうだけど大丈夫？河口湖以来休みなしだからさすがにね。でもほら、スザク君、そっちそっち。バカ、やめろ、スザク。なんだかやけに中が騒がしいね。やめろ、やめるんだ。ごめん、ルルーシュ、会長命令だから。顔が笑ってるだろ。おい、動かないの。何これ？ん？おはようにゃん。おはようございます。お、何これは。あれ、言ってなかったっけ、アーサーの歓迎会。平和ですねモラトリアムできるうちは楽しんでこうよ。カレンの分用意しといたから。ほら、この前変なこと言っちゃったお詫び。どれにする？え、私も。カレンはいらないだろう。え、とっくに被ってるもんな違いない、うん、あなたまで。ルルーシュこそテレビにでも出れば人気者になれるわよ。どうですか、テレビスターさん。ああ、そっちに振るんだ。ああ、そういう冗談やめてよ。あの後大変だったんだから。四六時中追いかけ回されて質問攻め。お風呂の中までよ。ここ一週間学校の外に出られなかったしね。だからってなんで俺たちまで外出禁止なんですか？うん、
友情ってやつでしょ。我ら生まれた時は違えども死すべき時は同じと願わん場合三国志。それってプロポーズ？死にゃばもろともってこった。ひでえな。まあ朱雀。あ、よかった。え、またみんなで集まれて本当よかった。なんだよ、ここは笑うとこなの。でもそこが朱雀くんのいいとこよね。まあたまに空気読めって言いたくなるけどね。ああ、すみません。お前それネタだろ。守れたのね私たち。ええ、そうね。なになに、二人してニヤニヤしちゃって。遅れてきて正解だったって話してたんですよ。じゃないとルルーシュみたいにおもちゃにされてたかもしれないんで。おもちゃなんて人聞き悪いな。でも正直ちょっと楽しんでますよね、シャーリーさん。少し。お前ら。ホテルジャック事件での華々しい登場以来、世間は黒の騎士団一色に染まった。黒の騎士団はゼロの宣言通り弱者の味方だった。民間人を巻き込むテロ、横暴な軍隊、さらには汚職政治家、営利主義の企業、犯罪組織など、法では裁けない悪を一方的に断罪していった。私たちはあっという間に英雄になった。協力者も増え、ナイトメアまで再び手に入れることができた。もちろん表立っての話ではない。だって黒の騎士団参上。やめなさい、黒の騎士団なんて。なんでだよ。ブリタニアのこと悪く言っちゃいけません。私たちはイレブンなのよ。リーダーのゼロはクロビス王子を殺しているのだから。仲間内でも彼の素顔を知りたがる人は多い。私だってそうだ。でも無理強いすれば彼はいなくなってしまう気がする。もう彼がいないとダメなのかもしれない。私たちは最近さ、付き合い悪くない？そうかな。そうだよ。あなた大丈夫？あ、ユーフェミアを助けた奴らに民衆はなぜ協力する？京都まで黒の騎士団にグレンに指揮を回すと言ってきた。あんな義賊気取りに？奴らはレジスタンスじゃない。その証拠に草壁中佐を殺している。中佐は自決されたのだろう。止めなかったという噂もある。東道中佐、いずれにしろこのままでは。あれ、今日は生徒会休みだっけ？うん、みんな今日は予定があるからって連絡したでしょ。私はこれから水泳部の方に行くし。俺はバイトで、スザクとニーナも用があるって。だからカレンなんてさっさと帰っちゃったぜ。そっか、カレン帰っちゃったのか。残念。ナイトメアの訓練に付き合ってもらいたかったんだけど。どうした？もしかして喧嘩でもしたのか？違うって、喧嘩なんてしてない。それよりも時間はいいの？ああ、そうだった。遅刻したら店長に怒られる。私も。じゃあまた明日ね。やれやれ、騒がしいな。ルルシュ、あなたも今日は用事が？今日は会長も出かけてるし都合がいい。ちょっと付き合ってくれるか？ええ、もちろん。これ知っているか？アンプル、何かの薬？リフレインだ。これがリフレイン。最近日本人の間で噂が広まってる麻薬じゃ、良かった過去に浸れるようになれるって。こんなの日本人からしてみたら。ああ、すがりつきたくなるだろうな。だから近頃急速に日本人の間で蔓延し始めている。でしょうね。許せない。これだけの速さで広まるのは
組織的に流通させていると見て間違いないだろう。これは人から抗う意志を奪う猛毒だ。一刻も早く根元を絶たなければならない。次のターゲットは密売組織ってことね。それで目星はついているの？あらかたはな。情報が揃い次第行動を起こす。了解。で、私の役目は何？あなたがこうやって話すからには何かあるんでしょ？リフレイン。過去の良かった頃の記憶に閉じ込める。ブリタニア統治前の平和だった日本を知っている者にとってはこれ以上甘美なものはない。それを根絶やしにすることを躊躇する人間が黒の騎士団の中にいないとは限らないってこと。私にはそんな時の抑止力になれと。それは杞憂じゃないかしら。ん？リフレインなんてなくてもより良い未来の希望になるのが黒の騎士団なんでしょ。正義の味方なんだから。そうだったな、お前の言う通りだ。そういえばもう一つ、玉木たちがお前に見せたいものがあるそうだ。この後時間があるなら行ってみるといい。玉木たちが？わかった、行ってみる。どうも、私に何か見せたいものがあるって聞いて。おっせーぞ。一体何の用で？いいからこっち来てモニター見てみろよ。何です？これ新宿の駅ビル跡。そう、ゲットーの人たちから黒の騎士団へのメッセージがこの駅ビルのエントランスに集められてるんだ。黒の騎士団に？杉山が見つけて映像を撮ってきてくれたんだ。見てみろ、あちこちに感謝の言葉が書いてある。きっと大っぴらには言いづらいけど、こうやって俺たちに伝えようとしてくれたんだな。俺たちのやってることは無駄じゃないんだよ。嬉しいよな、こういうのって。こんなに感謝の言葉が。お前に見せたかったのはこれだけじゃねえんだ。これってあなたのことよね。ひなたちのお墓をありがとう。これって、この場所に行った時にいた女の子たちから預かったんだ。持っていた折り鶴に書いてある名前が目に入ってさ。アコ、ユウ、無事で。やっぱり君宛てだったんだな。おい泣くなよ。お前は感謝されることをしたんだからよ。お前ゲットーの孤児に薬や食べ物を届けてくれてたんだってな。二人とも感謝してたよ。お前のことを勘違いしてたぜ。やるじゃねえか。玉木、お前の方が彼女を見習うべきだな。な、南、てめえ！私たちがしてきたことは間違ってなかった。私たちの戦いは誰かのためになっている。それが黒の騎士団。私が私でいられる場所。クラリスさんはまだ仕事から帰っていない。夕食はきちんと食べてね。クラリス、わざわざ一度帰ってきて作ってくれたんだ。仕事の合間を縫ってまで。でも、私は。カレンお嬢様、カレンお嬢様。会長。ちょっと渡したいものがあってね。え？どちらにお通ししましょうか。客間か、それとも。私の部屋に。かしこまりました。あら、あ、お友達って言うからてっきり男だと思ったら、朝帰りに不登校、ゲットーにも出入りしてるようね。お父様が本国にいるのをいいことに。血は争えないわね。あ、父の留守を楽しんでいるのはあなたの方でしょ。あ、どうしましょう、どうしましょう。何やってるのあなたは。すみません奥様、すみません。
本当に使えないわね。女を売るしか能がなくて。なかなか複雑な家庭みたいね。渡したいものって何ですか？うん、おじいちゃんに頼まれてね。学園長に？中学からの成績証明書。あ、学校で渡さない方がいいと思ったから。バレたってことですね。私がブリタニア人とイレブンのハーフだってこと。さっきのはママ母です。本当の母親は花瓶を倒したドジなメイドの方。父親はシュタットフェルト家のご当主様。バカなんです。母は結局使用人扱いで大して仕事もできないから、どんなにバカにされてもヘラヘラ笑ってることしかできなくて、わざわざこの家に住まなくったっていいのに。要するにすがってるんですよ、昔の男に。嫌いなんだお母さん。うっとしいだけです。まあヘビーな話よね。正妻も妾もその娘も一緒に暮らしてるなんて。そうでもないですよ。衣食住に不自由はないし、我慢できないってほどじゃありませんから。そう、でもね、一つ一つは我慢できることでも、積み重なればいつか擦り切れてしまうものよ。大丈夫、人の秘密って知りたくなる方だけど、話す趣味はないから。あんなところで泣くなよな、恥ずかしいやつ。素直って言ってよ。ま、みんなが助かったのは良かったけどな。黒の騎士団様様だ。ん？犯罪者を取り締まりたいなら警察に入ればいいのに、彼らはどうしてそうしないんだろう。警察じゃできないと思ったんだろう。警察なんて。今はダメでも警察の中に入って変えていけばいいじゃないか。変える過程で結局はいろいろなしがらみを抱えることになる。それはギリギリまで変える努力をしてから初めて言えることだよ。それをしない限り彼らの言い分は独善に過ぎない。独善？彼らが言う悪って何だい？何を基準にしているのかもわからないじゃないか。一方通行の自己満足だよ。あれ？二人だけ？それじゃあ僕は軍に戻らなくちゃならないから。じゃあね、シャーリー。あ、うん。じゃあね。よし。ねえ、ルル。今度さ、時間が合えばでいいんだけど、私と。あいつ、軍に戻らなくちゃって言ったよな。え？戻る。そこがお前の居場所ってことか。リフレイン？麻薬。過去に戻った気になるってのが特徴かな。売れそうですね。特に日本人に。誰だって懐かしいよ。ブリタニアに占領される前の日本が。日本人を狙い撃ちにした薬だ。放ってはおけないだろう。部来の補充物資が届いたらすぐに動く。補給も増えたし、仲間になりたい人もいっぱいいるって聞きました。黒の騎士団は人気者ですね。正義の味方だからな。弾薬が届いたらまた連絡する。なんとか言ってみろよ、イレブンが。謝罪しろ、謝罪。イレブンは頭下げんのが得意だろうか。イレブン、相手は5人だ。勝てるわけないだろう。だからって放っておけるの？よく見ろ、やられてるイレブンを。下手に加勢してあいつらに勝ってみろ。あのイレブンは明日からここで商売ができなくなる。あいつは自分でブリタニアの奴隷を選んだんだ。疎開で働くってのはそういうことだろう。だからって文句あんの？そっちイレブンがかわいそうだってか？違うって、仲間に入りたいんだよな。まさかあんたらももう飽きたんだろ、イレブンいじめなんて。
つまんねえの。ゲーセンでも行く？金ねえよ。あ、秋っぽい連中だな。大丈夫？あ、ブリタニアの学生さん？いらっしゃいませ。カリフォルニアドッグはいかがですか？え？ああ、恋人さんですか？よかったらお二人でどうぞ。アイスクリームもありますよ。エリア11は日本だった頃に比べて良くなったとも言えるよ。ブリタニアの植民エリアに入れたおかげで軍事も経済も格段に安定した。市民権だって手に入る。役所に行って手続きをすれば名誉ブリタニア人になれるじゃないか。あとはプライドの問題。ま、そっちを大事にしたい気持ちもわかるけどね。それで？ん？そこまでわかっててルルーシュランペルージュはどういう考えなの？何をしたいの？別に。君は随分頭がいいみたいだけど持ち腐れね。シャーリーが嘆いていたわ。ルルは努力しようとしない、せっかく頭がいいのにって。だから何もしないんだろ。あ、さっきのイレブンだってわかってるんだ。ブリタニア人に頭を下げた方がいい暮らしができるって。かっこいいと思ってるの？そんな評論家ぶって世間を斜めに見てるのか。少しでも期待した私がバカだったわ。多少はマシな男だと思ったのに。東京疎開、ブリタニア人ばかり。ブリタニアが力で奪って蹂躙して作り上げた町。私はそこにいる。それはブリタニア人として？それとも？はい、先日はこちらの提案を聞いていただきありがとうございました。その件につきまして。ん？この声は。はい、弊社が開発した新型のドライブとエナジーフィラーは。クラリスさん、仕事忙しそうだったな。あの若さで会社を経営してるんだ。当たり前か。それなのに私のために料理とか心配までして。私はそんなに苛立ってるの初めて見た。珍しいね。彼、どうしてこんなところに？こんなところだから。ここなら人目につかないでしょ。ハンバーガー、そんなに大量に。最近苛立つことが多くてさ、やけ食いでストレス発散。苛立つことって？あなたになら話していいかな。この間私もハーフだって話したでしょ。でも望まれて生まれたわけじゃない。私はシュタットフェルト家の当主である父が日本人のメイドにお手つきして生まれた子供なの。でも跡取りのいなかったシュタットフェルト家は私をブリタニア人として屋敷に住まわせてる。血のつながらないブリタニア人の母親と血のつながったメイドと一緒にね。それなのにどうして黒の騎士団に？ブリタニア人として生きた方が楽でしょ。お兄ちゃんがいたの。日本を取り戻すために戦ってた。私は兄の意志を引き継ぎたい。だから日本のために戦うって決めたんだ。そうだったので、あなたは？あなたもあるんでしょ、ブリタニア人として生きられない理由。私の両親はブリタニア侵攻前に結婚して私を産んだ。でも7年前に殺された。ブリタニア人のお母さんも？ええ、その時のことはショックが原因らしくて全然覚えていない。でも確かに両親ともブリタニア人によって殺され、私は一人ぼっちになった。それからどうやって暮らしていたのかは覚えていない。
記憶ないんだ。ええ、今も思い出すことはできない。よっぽど辛い目にあったんだね。そうかもね。でも数年前に私を引き取ってくれた人がいたんだ。それが今の養母のクラリスさん。両親の後輩だったらしい。黒の騎士団に入ったってことは、そのクラリスさんのことが嫌いなの？いいえ、すごくよくしてくれる。でもそれが私には苦しい。私には日本人としての記憶がある。両親を殺したブリタニアへの恨みもある。でもブリタニア人を嫌いになりきれない自分もいるの。だから苦しい。その気持ちわかるよ、カレン。お互い複雑なんだええ、複雑すぎて笑えてくるこの感覚は私たちにしかわからないのかも。かもね。あれ、扇さんからだ。はい。カレンか、例のリフレインの出所がわかった。アジトに集まってくれ。リフレインの？わかった、すぐに向かう。リフレイン、次のターゲットね。ええ、急ぎましょう。ええ。よし、みんな集まったな。今夜の作戦について説明する。今回のターゲットはリフレインのバイヤーだ。リフレインのことは知っている者もいるだろう。リフレイン？最近日本人の間に蔓延してるっていう麻薬だよ。何でも幸福だった過去に浸れるそうだ。マジか、そんなの。日本人は格好の餌食じゃ。ああ、しかも常用すると後遺症が残る最悪な代物だ。見逃すわけにはいかない。それで今夜襲撃をかけるってことは、バイヤーの拠点が分かったってことですよね。足りねえよ、この俺が独自のルートを使って調べてやったんだぞ。何が独自のルートだよ。ゼロが調べたリストを一つずつ調べただけだろう。うるせえ、調べたのが俺なのは変わらないだろうが。俺はブリキ野郎どもを倒すために戦ってるんだ。こんな警察の真似事がしたいわけじゃねえのによ。余計な話はいい。狙うのはコンテナ埠頭の倉庫の一つだ。バイヤーはそこを拠点に東京疎開にリフレインをばらまいている。今は東京疎開のみだが、見過ごしていればいずれ日本中に広まるだろう。そんなことになれば日本人は過去にすがり骨抜きにされてしまう。本当に自由と伝統、権利と誇りも全て失ってしまうってことね。ここでリフレインを根絶やしにし、日本人の誇りを守るのだ。ゼロの言う通りだ。やるぞみんな。ああ、例のオレンジ事件の失礼しました。例のクルルギスザク強奪事件の時の K の記憶がないというのは本当でしょうか。信じてもらおうとは思わん。いえ、実は私も新宿事変の時に記憶の喪失を経験しているのです。何？意識が戻った時にはサザーランドを奪われていました。それに記憶を失う直前、私は学生服の少年と会っているのです。ではその学生が？顔は思い出せません。しかし調べてみる価値はあるかと。何考えてんだゼロのやつは。ブリタニアを倒すって言ってたくせに、やってることは警察の手伝いじゃねえか。でも人に感謝されるのは悪い気分じゃないよ。そうそう、ネットじゃ英雄だもんな。けっ、私たちさ、これでいいんだよね、カレン。ゼロからの合図だ。よく入れたな。毎回毎回どんな手品使ってやがんだ。君は手はず通り外の警戒を頼む。了解、みんな気をつけて。よし、突入するぞ。名古屋の分は終わったのか？
安全だよ、疎開の中は。ドリュー黒の騎士団参上。侵入者だ。ライトメア、そんな冗談じゃないぞ。やっぱりナイトメアはすごい。一機あるだけで圧倒的。奥のシャッターが閉まる。何かあるのか。カレン、シャッターを破って突入してくれ。任せて。ここは、日本、日本。はい、来月結婚するんです。A 点だぞ。今度はパリ支店だって。来週の花火一緒に行くよね。任せてください。日本の技術は世界一ですから。リフレイン決まったんだよ。留学やるぞ俺は。積み重なればいつか擦り切れてしまうのよ。そうよ、だから私は。ほらほら、走ったら危ないわよ。お母さん。こら直人、ちゃんとカレンのこと見ててあげなきゃダメでしょ。あなたって女はどれだけ弱いの。ブリタニアにすがって、男にすがって、今度は薬。お兄ちゃんはもういないんだよ、これ以上。ナイトポリス、あれ警察のだろ。来るってことか。玉木、知らねえよ。俺が調べた時は確かに腐ってやがる。リフレイン、幸福だった過去に浸れるか。私の幸福だった過去、やっぱりうまく思い出せない。どうして思い出せないの。父さんの顔も母さんの顔も覚えているのに、家族で過ごしていたことを思い出せない。何が邪魔をしているの。ファクトスフィアにナイトメアの起動反応。まさかブリタニア軍。聞こえるか。ゼロ、ちょうどいい。倉庫街にナイトメア反応。やはりか。倉庫内にナイトポリスが待ち構えていた。ナイトポリス、警察もグルだってことなの。ああ、中はカレンが戦闘中だ。外のはお前に任せる。了解。一気たりともそっちには行かせない。頼む。ブライはグラス号のコピー機、新宿で使ったサザーランドには性能が劣るけど、ナイトポリスもグラス号の回収機。相手が2機だろうと勝てない相手じゃない。それよりも警察が犯罪者と手を組むなんて、やっぱりブリタニアは腐ってる。相手では
いるから。ずっとそばにいるから。カレン、そばにいるからね。だからあんな家に居続けたっていうの。そんなことのために、バカじゃないの。よかったね、カレン。お前はブリタニア人になれるんだよ。そうなればもう殴られることもない。電話だって旅行だって自由にできるんだよ。母親だったのか。嘘の涙は人を傷つける。嘘の笑顔は自分を。の母親がここに。外の奴らは片付けたようだな。ええ、パイロットは拘束しておいた。ご苦労。ならもう一仕事頼みたい。大破したカレンの機体の回収を頼む。彼も。カレンの事情は知っている。状況は察しているわ。そうか。他の後始末は私と奥義たちで行う。母親か。何か言ったか。いいえ、何も。ブライを回収して先に帰投する。了解だ。カレンは母親との折り合い見つけたみたい。それなのに私は。薬の後遺症です。会話はほとんどできません。回復するとしても時間が必要かと。判決出たよ。20年だって。待ってて。お母さんが出てくるまでには変えてみせるから。私とお母さんが普通に暮らせる世界に。だから頑張れ。頑張れカレン、私の娘。頑張る。私頑張るから。どうやらお前の計画は順調にいっているようだな。黒の騎士団は急激に成長している。特にこの前のリフレインの摘発と警察の腐敗を暴露したのは大きかったな。物が物だけに、ブリタニア人からも批判の声が上がったからな。麻薬の密売に警察が関与していたんだ。当たり前だ。その結果、日本人の黒の騎士団を支持する声は日に日に大きくなっている。このまま行けば予定より早く準備が整いそうだ。準備？やはり母親の仇を討つためか。それもある。しかし目的の第一はナナリーが安心して暮らせる世界を作るためだ。そうか、そうだったな。よ、不良学生、今日も遅刻？カレン、今から登校ってことはあなたも遅刻でしょ？私は病院の帰り。きちんと届け出は出してるもの。病院？お母さんのところ？ええ、リフレインの後遺症で言葉が話せるようになるまでまだ時間がかかるって。そうか。でもなんだかすっきりとした顔をしてる。そうね、すっきりしたのかも。私は母のことが大嫌いだった。でもそんな母親に
ずっと見守られていたの。弱くて不器用で、でも優しい。私のお母さん、母のためにも私は戦う。必ず世界を変えてみせる。そう決めたんだ。そうか、カレンは強いね。私も向き合えるかな。いいんじゃない、あなたならできると思うよ。ありがとうカレン、向き合ってみる。自分の心にも、クラリスさんにも。おはよう、クラリスさん。おはよう。あ、待っててね。今朝ごはん作るから。いいよ。クラリスさん、忙しいでしょ？どうしたの？何かあった？友達が、母親との問題に向き合ってて、私も、ちゃんと向き合おうと思ったの、クラリスさんと。そうなの？ダメかな？ううん、ダメじゃない！すごく嬉しい。ああ、そうだ。だったら、久しぶりに夕食を一緒に食べましょう。でも、仕事が。ううん、今日は絶対に早く切り上げるから。いいでしょ？わかった。絶対、絶対ね。楽しみにしてて。美味しいお店を予約するから。ああ、うん。ああ、もうこんな時間。仕事に行かないと。待ち合わせ場所は後で連絡するね。うん。わかったから、仕事に行って。夕食、約束だからね。うん、約束。だから、行ってらっしゃい。うん、行ってきます。これで、私も少しは向き合えるかな。おはよう、みんな。おはよう。もう、今日は早いじゃん。まあ、ね、あれ、なんかいいことあった？どうして？なんだか、いつもと雰囲気が違うから。ねえねえ、教えてよ。いや、今日、放課後に約束があって。なに？まさかデート？違うから。そんなんじゃないって。本当か？怪しい。家族と食事に行くだけ。久しぶりだからちょっとね。なんだ、デートじゃないのか。もう疑いすぎ。もしかして何かの記念日？記念日ってわけじゃないけど、日頃の感謝を伝える感じかな。だったらお花を持っていくべきよ。お花？そう、お花。お花は言葉で言えない気持ちを伝えられるからね。言葉で言えない気持ち。シャーリーのアドバイス通り、花束を買ってみた。クラリスさんに伝わるかな。それにしても、約束の時間は過ぎたけど、クラリスさんはまだ来ない。もう少ししたら電話してみようかな。あ、雨。雨が降ってきた。今日は雨だから活動はお休みってわけか？そんなわけないだろう。しかし、あいつも来ないじゃないか。最近はいつも一緒にいるだろう。今日は用事があるらしい。あいつにしては珍しいな。あいつにだって事情ぐらいあるさ。母親か。すみません、トラブルの処理を任せてしまって。いいんです、送っていただきありがとうございました。いえ、それではまた。もうこんな時間。ごめんなさい。いるわけないわよね。